はい、どうも皆さんこんにちは、サイテンマンです。今日もですね、知恵の借り物やっていきたいと思います。とりあえずこいつ倒すか。ですね、ここ星のカービィのこのいるじゃないですか、これをですね突破する方法、ちょっとね一晩考えまして思いつきました。これだ。置いてこうですね。 OK です。すいません、一晩も考えてないです。実はもうあの収録終わった後に、まあまあこれでいけるなっていう、なんか冷静になって考えたら普通にいけました。 OK、 次、あ、とりあえずこいつ倒すか。負けるんかい。負けることもある。ちょっとこいつ貧弱なんだよな、これモンスターとして。負けるんかい、頼むって。2体いけ。よし、さて、次なんですが、これ切れてんのか。とりあえず伐採しといて。下は泳げる？あ、泳げる。さすがゼルダ。リンクだったらうわーっつって水かきがないと泳げないところですが。お、ゴルピーか。さすがゼルダ、有能ですね。何でもできますからね、ゼルダ姫はね。ゼルダ姫って結構ゼルダの伝説、歴代のゼルダの伝説って不幸になること多いですけど、ここまで活発にこう、生き生きと活動してくれてるゼルダっていうのは、珍しいですよね。まあ、僕はね、ついこの前ですね、大地の汽笛っていう、最もゼルダが生き生きしてるゼルダの伝説を遊んだ直後なんですけど、これ上乗れないか。あ、乗れるか。あ、ハートのかけらある。ハートのかけらある。あれ取れないかな？ベッドとかで。ベッドこれ。走んやなんか。ベッド。ベッド。オッケー。いけました。あざます。ベッドだよね。やっぱ結局、浮くベッドですね。四つ集めのハートの最大値が増えると。ありがとうございます。さて、次。とりあえずこれで全回収ですね。ここもいけるんじゃないかな。ここも、ここはね、ベッドを下に沈めちゃうと深すぎるので、ちょっと上、上段から、重力を無視した感じで行くと。足が切れているので、ここもベッドですね。ここも下にベッドやっちゃうと沈んじゃうので、違う。上目にベッドですね。上目にベッドと。OK です。で、次が、いや、これこそゼルダだよね。岩がある。トゲのやつも邪魔で入れないのか。トゲのやつを撃破しないといけないのね。ってことはね、入れないもんね、あの洞窟に。うん、どうする。このゾルじゃね、撃破できないんですよ。向こう方面に渡ることは可能だが、こうはできるが、こうで多分無理だろうな。無理だよね。無理だね。どうする。じゃあ死ぬ。あいつどかす方法ないかな。押しでいける。無理か。無理か。これ岩ぶつけたら倒せるとかもないもんね。あ、倒せるんだ。あ、じゃあいけるわ。あ、覚えれる。はい、これも覚えれました。ウニを覚えた。ウニなんだこれ。ウニはでも戦えんのかな、召喚したら。ちょっとウニ一回出してみるか。邪魔だけど。無能。完全に無能。まあ倒せるんだったらでもこれで OK ですね。よし、まあ、ここまではまあまあまあ歴戦の勇者ですよ、サイテンマンは。ゼルダの伝説のこんなものはどうってことありません。とウニで、迎撃。OK です。あ、これも、インストール。コウモリね。これ結構使えそうだね、キースは。あの、初期で出たゾルに比べれば、なんぼか使えそうだね。飛び道具としてね。ん？ここが？あ、皆さんこれあれですよ。これだぞ。違うぞ。重い、重い輪だぞ。違うぞ。もう一個。無理か。うん。
どうする？破壊する方法。キース、いけ、いいか、戻ってこい。あれどうすんだろうな。これかなと思ったんだけどね。岩をぶつけんのかな。岩を持ち上げる。いや、そんなことできないよな。石を持って投げ、無理か、壊れないもんね。てか思いのほかゼルダ姫肩強いな意外だな。これどうします。これハートのかけら絶対取る方法あるぞ、現段階で。スピンか、無理か。重い岩な気がするんだけどな。重い岩上から落とすのかな。やってみようか。どうだ。ああ、そうか。重い岩だ。重い岩とりあえず、大量に落としまくろう。回収。もうこっからでもいけるかな。無理か。上から落とします。大量に。よし。もう OK かな。OK です。ハートのかけら2つ目ありがとうございます。順調です。後から取りに来るっていうことがゼルダの伝説で多いじゃないですか、ハートのかけら。今作は多分違うね。その場で取れるようにしてくれてますね。ここはキース。行け。行け。倒せ。キース。もう一匹行け。キース。弱え。キース、弱え。弱い。無能すぎる。もう一匹へ。オッケー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 。戻ってこい。よし。よしよし。なんか一つ一つ、あれが増えていってる感じでいいね。南の草原出ました。目的地は近いですよ。インパの迎えと言っていた先。頼れる奴がいるよみたいなこと言ってたとこだよね。あ、ここ、南の村、到着しましたよ。ようこそ、ここは南の村じゃ。普段はのどかな村だが、大変なことが起きてんの？いきなりあれが現れたんでしょ？こんな時にリンクがおれば、あ、リンクってもしかしたら、南の村出身なのかもね。こう考えると。リンクって？って聞いてみよう。リンクは村に住んどる若者じゃよ。草刈りから魔物退治までこなす村一番の凄腕剣士なんじゃ。でもハートがね、大量に全部マックスまであったもんね、リンクね。だが今は旅に出ておってな。そういえば旅人さんの被っとるのと似たフードをリンクも被っとったの。リンク元気にしてるじゃろうか。慕われてるじゃないですか、リンク。何があったの？村の北に出た叫びに村人が飲み込まれてしもうたんじゃ。なぜリンクが飲み込まれたっていう風に考えないなら村が裂け目に襲われて危機なんだろ。でリンクが行方不明なんだろ。なぜリンクが裂け目に襲われたと考えない。ハイラル城への道も裂け目に封じられ、わしらは一体どうすればいいんじゃ。こんな時にリンクがおればの。リンクは裂け目に落ちてるんだよ。東大元暮らしなんだよ。別の話じゃないんだよ、リンクと裂け目は。なんか、夢を見る島っぽい、なんか家ですね。家の中ですね。ここは？あ、壺一覚えれる。ん？壺違うんだ、これ。え、壺って俺覚えてなかったっけ？覚えてるけど、あ、ハイラル城の壺と違うんだ。人一人くらいならすっぽり中に入れるだって。あ、隠れれるってことか。隠れれるってことです。何かに使うぞ、これ、じゃあ。ほら。おお、かわいい。かわいい。これ、かわいらしいな。いいね、これ。メタルギアソリッドみたいなね。なんだこいつは、みたいな目で見られてますね。村人が裂け目に飲まれたって、大騒ぎになっているの。この先の森は、魔物だらけだし、どこにも逃げ場はないわ。もらっていくぞ。無理か。よし。壺、今のでかいな、壺、間違いなく。
後で使うぞこれ、隠密行動で。はい。トランポリン買ってもらったんだ、いいでしょ。お姉ちゃんは遊んでいいよ。お前に借りずとも覚えればいいのだよ。トランポリンを覚えた。あ、これ絶対便利。まさに今欲してるアイテムじゃないこれ。飛距離は、あ、そこまでじゃない。ロック調の羽の半倍ぐらいだね、多分。そこまでの飛距離は出てないけど、まあ、これは使える。かなり使える、トランポリンは。今まさに欲していたアイテム。あんなに大きな叫び見たことないわ。なんて恐ろしいの。南の森には変わり者のおじいさんが住んでたけど、あの人大丈夫かな。変わり者のおじいさん、誰だろう。おじいさん、なんだろうね。ハイリア族のおじいさん。お、お店か。いらっしゃいませ。お薬から素敵なスイーツまで、南の村のショップへようこそ。さあさあじっくり見ていってください。はい。と、お前、お前、うん、これ違うか。あ、違うか。泥棒できないか、うん、泥棒臭してたんだよな、こいつ。なんかこう、ほら、こんな感じ。無理か。50ルピー、80ルピーか。あと30ルピー集まったら、ハートのかけらとりあえず。ルピー集めは、さっきのハートのかけらで使いますか、次は。当面の目標は50ルピー。全部ハートのかけらに突っ込みます。ハートのかけらは何よりも優先しておきたい代物ですね。ここは。なんかここ重要なやついそう。リンクの家かな？あ、リンクの家っぽい。リンクの家っぽいっすね、なんかね。リンク好きじゃないですか、こういうちょっと上がったところ、ブレワイでもあったように。で、ま、ベッドも一個だから。で、これリンクの色だし。さすがにここで寝るみたいなことはできないか。ここリンクの家だね、多分ね。なんかリンクらしからぬものとかあったら、にやりとするんだけど。あ、ほな、リンクの帽子あるじゃん、ここ。リンクだ。リンクの家だ。なるほどな。どこかへ行ってしまったんだよ、リンクは。さあ、どこに行くか。ちょっとこう行ってみるか。あわよくはルピーを回収しておきたいところだが。ね。これね。まあ、ルピーだろうな。ルピーか、20ルピーか、貝殻的な夢を見る島で言うと貝殻とか、黄金のスタルジュラとか、コンプリート系の、何か小さなメダル系の。まあ、20ルピー本命っす。あー、何これ。なんとも言えない。あ、回復系か。確かにこの可能性もあった。ちょっとルピーっぽくなかったんだよね、確かにね。言われてみればルピーではないかなと思ったから、貝殻系の。ちょっと回復アイテムか、予想できなかったな。薬をゼルダの伝説で宝箱の中に入れてくるっていうパターンがあまりにもなさすぎて外れてしまった。全部当ててやろうかなと思ったんですけどね、本作。宝箱考察。誰得なのみたいな宝箱考察。看板覚えました。看板覚えた。何が書いてるの？南の草原、南の森。これ全く関係ないところでこの看板置いたら、いい迷惑ですよ。南の草原、南の森ってもうここでしか使えないと思うんだけど。南の草原か南の森、どっちに行くかってことですが、まあ上から行ってみるか。あ、行けないんだ。おい、返事してくれ。奥さんが入っちゃったやつだね、こいつね。誰だか知らないが、助けてくれよ。あんたが被ってるそのフード、リンクと同じじゃないか。流行ってるの？サゴのフード、サゴのファッションじゃないぞ。そんなこと言ってる場合じゃない。うちの神さんが叫びに飲み込まれたんだよ。聞こえるか、俺はここにいるぞ。そういう次元じゃないの、わからないか。流行ってたんだろ、これ、叫び。もうちょっと危機感持っていいと思うんだよな。ん？なんだ？これなんだ？ねえ、ゼルダ。これ触ってみて。なんだこれ。シーカーストーンみたいな。あ、
マップ登録ね。はいはいはい、マップ登録ね。2回言いましたね、マップ登録ね。シルベを登録した。マップからこの場所にワープできる。スカイボードソードと同じ形式ですよね。これ多分ね。マップ形式で登録する系ね。ちゃんと光った。これ僕たちがいつも使ってるシルベ。裂け目はいろんな場所にできるから、これを使って世界中移動してた。ワープポイントのフクロウの役割果たしてるのが、フクロウというか、鳥の。自動動いた場所いつでも移動できるからゼルダの役に立つ。いや、便利ですね。大地の汽笛もこのシステムあればな。シルベはいろんなとこにある。スケター触ってみて。もうなんかゲームって進化したなと思うな。ゲームっていうかなんか優しく作るのがなんかもうゲームの基本になってるよな。だからマップ開いて、ワープで飛べるってことね。そうだね。いやー、親切だな。ん？なんだ？ダンジョンか。ここ、いろんな生き物の気配がするよ。丸がついた場所はこの先かな？そうだね。こちら無視します。ただ、剣ですぐパッてこう触れないのは、割と不便だったりするね。上ちょっと気になるな。行こうと思えば行けるけど、ちょっと気になるな。行ってみるか。これは20ルピー。リンゴ、わ、当たるわけないやん、こんなん。ビリビリンゴを5個手に入れた。これちょっと難しくなるぞ。回復アイテム。回復アイテムっていうカテゴリーも入れないといけないな。何でもかんでもルピーだって言ったら、ほぼほぼ当たらないからな。看板先に行くか、洞窟先に見ますか。いや、ここ後からの方がいい気がすんな。長そう。長い？長いんだ。あー、長そう。なんかいるぞ。なんで。火がついたチュチュみたいなのいるぞ。右先に見ますね。わけわかんなくなっちゃうんでね。ここ洞窟先に進んじゃうと、こっちがね。茂みに潜む魔物に注意。いきなり破壊していく。いないや。あ、本当だ、いる、なんか。チェックしようか。無理なんだ。倒さないといけないんだ。じゃあ、お前行け。行け。襲いかかれ。無理だ。使い物なんね、これ。キース。これでいい。OK です。覚えると。こいつ結構使えるか。ロープ。ロープって過去の作品にいましたね。夢見る人にもいた気がしますね、ロープね。ロープの性能ちょっと見てみますか。これ並べ替えできるやん。あ、強い！ロープ強いわ。今後はロープに頼っていきましょう。とりあえず無事に戻れ。役に立たない奴は戻れ。今後はロープを使っていこう。これ並べ替えできるね。モンスター、モンスターとかね。覚えた順じゃなくて、コスト順？種類順だね。一応こっちにも洞窟あるんだけど、茂みか。ちょっと待って、やばそうなんだ。あいつ覚えたいな。あれ、ボコブリンだっけ？あの、洞窟先行きますわ。あの、こっちの。うん、こっちのがなんか先っぽいわ。なんかまだ右も長そうだし。こっち先見ておきましょう。皆さん、あれですか、知恵の借り物はプレイされておりますかね。なんか、なんだろう、なんだろうね、いつものゼルダとは違う形式なんだけど、なんか、なんか操作性いいからかな。なんかどん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 やれちゃうよね。キャンゾルを覚えた。やっぱこれぞゲームみたいな感じだよな、やってて。モンスターか。そうさね。やっぱ剣で攻撃したくなっちゃうね。やっぱりね。やっぱ強いな。剣で攻撃したくなるね。こういう手頃でやれそうな、いると。OK です。あー、閉まってんのね。あ、これあれです。さっきのこれだ。K。
キャンゾル。キャンドルってことね。もうキャンゾル有能すぎ。実質カンテラじゃないですか。実質松明みたいな役割っすね。これはハートのかけらです。空き瓶、妖精の瓶なんだ。あ、でも空き瓶ってことね。空き瓶か。空き瓶は当てれないな。ルビーではないと思ったんだよな。だからハートのかけらかなと思ったんだけどな。でもハートのかけらは野良で置いてるよな、多分な。宝箱の中に入れる感じじゃないよな。空き瓶手に入れましたね。妖精とか捕まえたりできるんでしょうかね。さあ、右進んでいきます。まだ取れるかな？まだ若干取れますね。もうちょっとだけ取っていきます。ハートのかけら1個逃してきてるけど、後で回収しよう。ルピーが溜まったら。ここ先見ときますか。左にボコブリいましたけど。ハートのかけらか。取りたいな。トランポリン。最終的にトランポリンを使うのは間違いないな。テーブル。先制でテーブル。あー、全然足りない。全然足りないな。待て、テーブルじゃない。観葉植物。これってジャンプ5回できる？できるんだ。できるんなら、ちょっと話変わってくるぞ。あ、でも、そこまで飛距離は出てないのか。観葉植物を、ここに設置しといて、こっから、観葉植物のとこジャンプして、で、観葉植物一旦こうして、トランポリンじゃない？どうだ？どうだ？どうだ？無理か！くっ！いや、惜しかったけどな。無理か。置いた場所がまずかったかな。観葉植物。なんかでも、てくればいけそうだな。てくればいけそうだな。置いた場所が悪かったな。もうちょっと高くできるか、観葉植物。観葉植物なのは間違いないと思うんだよ。高さ的に。で、あそこにジャンプしてもしょうがないのか。観葉植物はあそこに置くんじゃなくて、ベッドを仕掛けんじゃない？こう。うまい。うまいよ。ちょっと待って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 。いや、でもうまい。これ間違いないと思う。でも届くかなっていう心配あるよな。あ、届く届く届く、余裕だ。観葉植物。ベッド。これは俺の見せどころですわ。ベッド。ジャンプ。トランポリンね。こうね。あざっす。よし。見せどころですよ、これは。ゲーム脳の見せどころ。なんかいるぞ。可愛らしい感じのがいるぞ。スーパーマリオ。これ完全にスーパーマリオ。これでやるか。これじゃないと多分倒せないと思うわ。次来たら、食らっとく。食らっとく？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 硬い！よし！なんか強そうなん手に入れました。バウンジロー。ありがとうございます。要は、壁にぶつかってバウンドするよっていう意味のバウンジローね。ここで使うのか、バウンジロー。いけ、バウンジロー。いけ、バウンジロー。あ、瓶ある。回復の薬みたいな。花の道。もう一体出そうか。バウンジロー一体しか出、あ、二体、二コスト使ってる、バウンジロー。ストライフォース二個使っちゃってますね。よし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 。実りのある洞窟だったんじゃないですか。バウンジローとハートのかけらね。よーし。じゃあバウンジロー使って、この、ボコブリンも回収しますか。ほい。いけ。いけ、バウンド。
よし。もう痛い。よーし、ウォーカブリン。あざっす。モリブリン。ボコブリン、ボコブリンって言ったけど、やりモリブリン。ありがとうございます。次はモリブリン使っていくか。正直このバウムジローでいい気がするな。妖精いる。妖精いるぞ。待て、妖精いるぞ。ビンは？これは？どうやって装備するのこれ。硬くて丈夫なからの妖精が中に入ってくれる。入ってくれる。オートで入ってくれるってことか。オートで入ってくれんの？あ、便利な世の中になったね。俺たちの知ってるゼルダの伝説では、ないな、これは。進化したな。死んだ時に、要は、勝手に使ってくれると。その辺は変わらないんですが。いや、便利な世の中になりましたよ。南の草原、南の遺跡。南の草原には行けないと。行けないね。あと、家が半分。あれ、ここ。ゼルダが行きたかったとこ、裂け目に飲まれてる。ちょっとこう、体、こう、細めたら入れるんじゃないのこれ。僕の役目は裂け目を消すこと。僕と同じ力を持つ仲間がいっぱいいて、みんなで裂け目を消していったんだ。本当だったら仲間たちがすぐ裂け目を消すはずなのに、ずっと残っているなんておかしい。みんなに何かあったのかも。ちょっとこうさ、壁際こう、ゼルダ、ガッてやれば、ゼルダ痩せてるし、いけんじゃないのこれ。僕と一緒に調べてほしい。仲間たちはきっと裂け目の中にいるはず。合流できればこの裂け目も消せるよ。うん。その合流するのが難しいんだよな。あっち、裂け目の中に入れそうな場所を探そう。更新しました。裂け目の中に入れそうな場所を探そう。この裂け目作ってんのもガノーなんだろうな。ああ、あれ全部倒せば、みたいなことだよな。なんだこれ。お肉。肉を覚えた。肉を。あ、ちょっと切っ取られるんだ。やりもりブリンの、あれ見てみるか。タイマン。いけ。いけ。おい。しっかりしてくれ。バウンジローの方が今のところ有能だぞ。いいわ。バウンジロー使おうもん。バウンジローの方が全然使えるわ。いけ。ちょっと頭悪いな、バウンジローな。ただ、大量に出しまくれば問題ないから、これ。実質これね、ファイヤーロッドみたいな役割を果たせてますよ、これ。もう連発で出せばいいからな、新しいやつを。戻っていいぞ。魔物の牙を手に入れた。倒した魔物が落とした立派な牙。そのままでは使えない。何に使うんでしょうか。ん？ほう。これは。これは。テーブルでいいか。テーブル。届くだろ。届くだろ。無理か。わかった。石を使おう。こうだな。で、トランポリンか。トランポリンだ。どうだ。よし。ブドウ。パワフルブドウを手に入れた。回復アイテムね。要するにね。ブドウ入ってますね。とかさ。俺が言い当てられたらもうそれカンニングしてるから。これはブドウだと思いますね。当たってたらそれもうカンニングしてるよ。シルベを登録した。この場所にワープできると。いうことなんですが、そろそろ、切った方が良さそうですね。なんかありますよ。ちょっと最後にこのイベントだけ見て、このパート締めますか。なんだこれ。やっぱり、裂け目の中心に仲間たちの気配がある。全然動いてない。まるで何かに閉じ込められてるみたい。このままじゃ裂け目は消えない。でも、裂け目の中に入って仲間を助けられれば、みんなの力で裂け目を消せる。ゼルダと一緒なら助けられる。一緒に来てくれる？
何も言わんのかい。ここなら裂け目の中の世界も探索できるんだ。ってことはリンクいるぞ、裂け目の中の世界に。あ、それで表と裏の世界をしてるってことだ。神々のトライフォースで言うと光の世界と闇の世界みたいな感じか。ここから入れる。お願い、仲間を助けに行こう。はい、ということなんですけど、裂け目の世界、探索できることが分かりました。はい、また次回ですね、この中リンクは無事なんでしょうか。また次回のパートをお楽しみに。サイテーマンでした。ありがとうございました。